ったですかね。この間ね、はいはい、TBS の便所入ったんですよ。おお、 TBS の便所。うんこしよう思ってこうわーってやってて、あ、もう落ちるわと思ってわーってやってパッと見たら前の壁にね、うん、半歩前進って書いてあるんですよ。おーと思ってコロンってやったらちょうど真ん中にうんこが落ちたんですよ。はあ、だから TBS のあっこの便所はようこぼしとるんですわ、うんこ。あれですよね、なんぼ常識があろうが、なんぼ勉強ができようが、スポーツができようが、うんこを便器につけるやつはもう本当に生まれてきてはいけなかったんですよね。そんなことを言うたって、うん、今までもうあんたもういやいや今日で30や。30ですよ。30年生きてきて、はいはい、1回ぐらい、うん、ババを便器の外へ落としたことぐらいあるやろ。ない、俺はほんまにないよ。だか便器の横っていうのはまあ一回もないですよね。なんでああいうことをああいう現象が起こるのか俺分からへんねん。公衆便所はよう落ちてるじゃないですか、横に、うん、横から後ろに。だからそうそう、だから昔俺は入った時にバーベッドついてたんですよ。しゃあないからそこでやって出たらもうすぐ次に待ってるやつがおったんですよ。これがヤクザなんですよ。ほんで俺がもう行こうとしたら、おい、うんここぼすな。それからしらじらしいやつおるやろ。ほんまに自分がやったんかやってんのかようわからんけど、そう思われんのが嫌やから、もう待ってたら出てくるときにこぼれてるんだよねみたいな。なんかもう俺やないっていうことを言いたいがために。それはこぼれてるんだろね。えただうわーやっといて、なんか拭く前にこうやっといたらなんかポトってこうある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 じゃないですか。あるあるある。いやそれよりも家でやってて紙がないって聞いた時に、そう、こういくでしょ。そうそうそう、それじゃないですか。でパッと見たら自分の歩んできた道に運動が落ちてる。みちるになってる時ありますよね。だからみちるみたいな、はぁ、俺はこうやって歩いてきたのかいというありますよね。何でも分かる。最近ムカついたのがあれですよね、やっぱり。何ですか。某雑誌でですよ、なんか俺にけじらみ映されたって。まあさ、映したんやろうけど家庭がね。そうなんですよ、うん、もうそう、いや違うねん。なんどないやろ。なんかね、関西お笑い、関西とは書いてないの。お笑いスーパーアイドルからが書いてあるの。ねの私に病気をうつしたバカ野郎って書いてある。どうもバカ野郎です。違うんですよ、あのね。かっこ悪いわ、まあ、もうそんなんやったらほら、もう付き合ってたのに捨てられたとかってなんか密告される方がええやん。いやこれは今浜ちゃんいいこと言って何を言っとんだ。ほんとそう、お前やめ、お前やましろか。もうこれは実は浜ちゃんすごくいいこと言ってる。ほんとそうですよね。ほいでね、うん、なんか違うね、もう嘘ばっかりやねん。まっちゃんはカルピスソーダを出してくれ。まっちゃんはとは書いてない、その男は。わしカルピスソーダなんかこうたこともないんですよ。それはほんならたまたま違うやつかも分かれへんねん。そいつが間違うたんか。ほいで、ま、あのね、カルピスソーダを出してくれって。ほいでね、その雑誌によるとですよ、カルピスソーダをこぼしたんですけど、ほんならまっちゃんはそれを拭いてくれ、その拭いてくれてからそのまま、うわそんなお前青春のもんみたいな、そんな青春のもんでそんなあったんか。いやただほら向こうは何処女やったとか書いてたんや。それもないもんで、無理やりやられて。俺ずっと考えたんですよ、ほんまそんなやつおったかなって。おれへんもん。そんな違うねん、その無理やりやってやれへん、構えへんがな。そんなあとがそのあとに書いてることが失礼や。
なんかこう泣いてて彼女はね、もう無理やりやられとんねん、処女やん、痛いやん、悲しいやん、やられてんのに、悲しくて泣いてんのに、まっちゃんが、なんや俺とできて嬉しかったんだ。時にまっちゃんは財布からおもむろに1万円札を出して帰れ。そんなもんこんなもんな、もうなんかもう途方に暮れて夜の街をこうさまよってた。そんな連れてこいっちゅうねん。マジで連れてこいっていうのはようあるよ。それは俺の前のも連れてこいやからね。連れてこいやわ。友人の話による。友人って誰よ。友人って誰よ。いやほんなら100歩200歩 もっと下がってね、ほんまやったとしょ。え下がって下がって下がってほんまやったとしょ。ケジラミが映ってたんですよ。いやちょっと待って、ケジラミになってる時に何かやったっていう覚えはあるの？誰かと交渉持った。それはありますよ。あ、そうなんだ。待て江戸っ子。ケジラミっていうのは、君はケジラミのことを知らんすぎる。僕も誰かからいただいたの。なるほど、それは分かりますわ。そうでしょ、何も俺が何調合してんの。やっとケジラミが完成だってやったわけじゃないわけ。いやいや、できたんええわい。なんで分かっいや、それやったら明らかに俺がもう完全に被害、加害者ですわね。それは当然ですよ。こんな悪いやつ。僕は無非道ですわ。でもここで考えてほしいのは、俺も被害者なんですよ。俺も誰かからいただいたもの。いや、ほんならそれでお前がそこで直せばいいじゃないですか。でも気づくのにあれはある程度の時間がかかるんです。そんなすぐにはわからないんですよ。あ、そうなんです。その間にちょっと遊んでしまうこともあるんですよ。あ、なるほど。それで映ることもまあまああるんです。ただね、セックスでケジラミはね、あんま映らない。なんでやん。俺は今まであんまりそれで映したことはないんで。いや、そんなたまたまだか、そいつがお前初めてで映されてムカついて言うてるのか分からへんやないか。ほんならもうええわ。もうそれも含めてもう俺は映したでしょ。かわいいええやん。おい。それはお前なんやん。なんだ、逆ギレか。そんなもん、別にそんな言われたって俺どうしていいか分かるよ。どうもせえ言うてない。っていうか、お前そんなことでそんな怒らんでもええんちゃうの。それも思い出やん。ああいうこと言われるとね、どうしていいか分かれへんのよ。例えばアイドル歌手とかなら事実無根とか言うでしょ、ね。でも俺にしたらですよ、それを言われたから言ってね、なんかそんなことを告発されてもなんか痛くも痒くもないんですよ。いや、まあまあ本人は痒かったから、ね、まあ本人は痒いんですけどね。まあ俺も痒いんやけども、まあね、精神的にはもう痛くも痒くもないんだ。そういうことね。まあね、ただ本人出てきて写真まで撮ってましたからね、後ろ姿で。いや、後ろ姿でね。だからまあ一遍出てきてね、いや俺は絶対ちゃうと思うんで、あの話は全部嘘やからね。どの話が。俺の家入ってカルピスソーダがどうたらこうたらとか。今あれ全部嘘ですよ。でももしかしたらその女が俺とやったのはほんまかもわからない。ああ、なるほどなるほど、それはね。で、手伝いもんだもん、ほんまか。それに関しては俺はごめんなさいって言うけど。まあまあ、そりゃそうや、まあね、水羊羹の一つも持ってなんでやねん。ただあの缶のあの話は嘘やから、そのことに関しては俺は、それよりも何よりも全部嘘かもわからんから。まあ、どうなんでしょう。だってちょっとファンなら俺がなんや携帯電話持ってることも、まあ今は違いますけど、白い車乗ってたことも、待ち合わせするのはよくアルタの前でしてた。なんでアルタの前だ。これがおかしいわ。お前な、こんだけテレビ出てるやつが女とアルタの前で。俺それが分からん。もっとそのちょっとちゃうとこで待ち切りなんて。違いますよ、これから二人がこう出会ってですよ、初めてのデートを重ねるわけですよ。ね、何を気持ち悪いこと言ってんねん。そういう意味であるた、いいとも。関係ないやん。いいとも。あ、いいとも。ハグしろ。
ね、そして部屋の中でそういう2人だけの秘密を作る、いわゆる、タモリ、タモリ関係ない、タモリ関係ない、何を言うと、何を見せてや口の奥から出てくる黄色い臭い塊は何なんですか。何それ、胃液じゃないし、いや、なんかハッってやった時に、俺ほんま前から言ってるやろ、単葉田さんだよ、俺。ああ、だからそのハァいうのがな、できないんですよ。黄色いものなんか出るんですか、胃液以外で。ハァってやった時、いや、そのハァが、それなんでハァ言うの。でもそれ聞かせてや、そのなんで、なんでその単出す時にハァ言うの。いっぱい言うやんけ、だからそれは出すために言うんですよ。例えば喉乾いた、ハァとかそういうんじゃないよ。例えば喉乾いたとしましょう、うん、喉乾いた、うん、うちの家あなた遊びに来ました、喉乾いた、え、嫌やな喉乾いた、うん、カルピスソーダ飲む、やばい、出すんだよ冷蔵庫のとこまで来ます、うん、はっ、なんでやねん、なんでやねん冷蔵庫開けるのに なんで気合い入れんの。それは嘘としましょう。嘘をつくなよお前。カンカン、はっ、いや、だからなんでなんでやねん、すぼんでええの。まあ、そんな、それも嘘としましょう。はい、飲みんな飲みんな、俺もいっぱいいただくわ、はい、乾杯、はっ、なんでこれは、はっとは言えた、はっはいっぱいありますよ、それは。たんは、はっ言うたら出やすいから、はっって言うの、うんうん、だから、おい、ん、知らんな、お前は、おい、はっ、なんで言いますよ、それ言いますよ、言えへんわ、はって言いますよ、それは、はでしょは、なんですか、いう、はでしょ。ほんならカラオケ行きました、ダンダ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 ンダン、星の降る夜は、はそれはそれは構えへん、オンチューって言うでしょ。それも構えへん、関係ない、オンチューは、なんか、はの話、ウォンチューですよ、いわゆる。なんやお前、今まで30年間生きてきてウォンチューのことがあったやろ。例えばどういう時やねん、お前がほんならウォンチューの時やねん。例えばお前車乗るやろ、車乗ってて急になんかババアが飛び出してきたりとかした時があるやろ、ないか。人が飛び出したりとかあるやろ。あるやろ、ウォンチューの時やねん。それがウォンチューの時なのか。それがウォンチューの時ですよ。でもウォンチューの時やからって人が車の手で空飛び出した時にウォンチューとは言わないんですよ。だからハッ飛び出した時のハーはそのままハーじゃないですか。ハーとは言えへんかハーか、ああ、どう納得できへんの。だからお前が生活でハーを言えへんすぎるから出ないんだよ。言えへんすぎるやない、みんなそないに対してハーなんか言えへんで、ね、え、ほんま、ほんま、正直に言うてや、そう、あの日常生活で「はぁ」って言う時はどういう時に。お前が生活してて「部屋入りました」うんうん「帰ってきました」「ガチャガチャ」うん「入ってきました」うん、さあどこで「はぁ」言う。いや、もうそこまでで5回は言う。今お前ね、エレベーター降りたらもう「はぁ」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 「そんなわけないやん」って。なんでやねん、まずエレベーターを押す時点でもはっ。そこはないとこは、それ以上は関係ない、そんなあれへんよ。でもそれの回数の問題では、もっともっと言うたら、もっと言うてたら絶対出るって、なんかこういう黄色いのは。皆さんも分かってますよ、それは。そうなの、うん、それは分かってます。道端に落ちている黒く干からびた犬のうんこはなぜ毛が生えているのですか。入ってるんですか。まあ一応エヴァこういうふうに。それなんか消化しきれてないからじゃないんですか。その感じ。え、どういうこと。毛食べてんの。僕はね、自分のうんこもぐらい、うんこするでしょ。ね、うんこを普通人間はうんこしたら流してしまいますよね。
犬のうんこって結構長いことあったりありますね。あれいっぺんねうんこをずっと一回皆さんも家でして流さずに捨てずにベランダかどっかに置いてみたらいいんですけど、あれは一つの分身なわけですよ。え、何？あれはうんこというのは一つの分身なんですよ。ちょっとこれ気合い入れて聞いてみようかな。うん、なるほど。だから犬のうんこはずっと放置したままにしてると、うんうん、だんだん犬になってきてるんです。ということはしまいには歩き出すの？もう産毛が生えてきてるからね。そういう意味の毛なの？アホ！こんにちは。すごい元気ですね。アホですわ。多分今日のお客さん、ええ、我々の話聞くよりもおうおうおうチームゼロの話聞いてる時間の方が長いと思います。あの今ね特番入りましてね。はあ今ね。まあ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 ちょっと喉を潤そうか。ああ今ちょっともうかなりこうね来てるわけ。ボディにはこう来てるわけ、ええ。ですからチームゼロの今日はガキの使い。僕らは後説という感じ。そうそうそう。さっきの話がオンエアされます。もうね、ほんとね、もう鳥はええよな。自由やしな。いやもうほんま今日はあかんわ。もう今までいろいろなこと言うてきたけど、もうほんまに何やねん。かい時ぐらいあるやんけ。お前もしょっちゅうチンポ触っとんねやから。最近何がありました？何かありましたっけ？花さんがお亡くなりになったっていうところ。いややっぱりねコメディアンっていうのはね絶対寿命短いよ。そうですか。だってなお前な、はい、俳優なんてね長生きしますよ。コメディアンほどやっぱストレス溜まる職業ってないもん。そうかね。そらそうやって。だってね俳優なんてそうや。でもそうやんけ。いやそらしいねお前。いやまあそれが週刊誌書いてたことって、ね、週刊誌が一概にほんまか言うたらまあお前の場合はほんまやったけど。それはまた別やんか。せやけどまあある程度ほんまでしょ。だって態度が偉そうやんか。なんか偉そうなわかるやんか。ちょっと天狗なってんちゃうかっていう雰囲気がプンプン発散されてるじゃない。それはわかれへん。それは本人に会うてみなわかれへん。なあお前会うたことあんの？チラッと。なあその時にえらい腰の低いやつやなとか思ったわけ？いやそれがやな。ふわっと入ったらスタジオの手前にいつもこうたまりがあってね、うん、そこ座ってるんですよ、うん、パッと入ってきたパッと見たらサル君サル君やね、うん、サル君サル君もうなこんなんやって台本見とんねん。すごいな。でみんなあざーすとか言ってくれるから、うん、あざーすとか言ってパッとサル君見たら、うん、パッと一緒に俺見て挨拶なしやん。サル君サル君なもんね、むちゃくちゃしたったらええの。それはないわそれはないわ。ほんと困りますわ。まあでもそれしか見てないですけどね。ほんまにお話ししたわけでもないし、ただあの態度はちょっとちょっとないわな。ちょっとないね。それはやっぱちゃんと挨拶せんといかんわ。いや分かれんやったらええよ。一回見たんやから俺。見た以上な一応声出さんでもこれぐらいあってもええ。まあまあな。でもええわもうこうなったら、うん、なそれもちょっとカチンとくるけど、うん、カチンとくるおはようございます言わんでもええー、でもええわ、うん、そんなもん聞きやあいつ、うん、なんででしょうね。なんかちょっともうサル君の悪口ばっかり言うの嫌やけども、うん、アハってなそんなとこでアハの言われても。他のあの今サインもらおうかなって思ってます。僕は本当にいいなぁ、いいなぁ、男としていいなぁって。
ただあれですよね、あのこの世界入る前にこいつ嫌いやあいつ嫌いやってよう思ってて、いざこの世界入っていろんな人と知り合うと喋ってみるとそんな嫌なやつっておれへんやろ。嫌いな人おれへんかったからね。いやいやいや、そうじゃなくてもっと腹割ったわ。もっと男と男の話しようや。いやいや、ほんまに。え、なんかおったんですか、被害者の方が嫌やったのに印象ちゃうかった。印象悪い人間おるやんか。誰なんや、それ分かれへん言うてくれ。いや最初は悪いねんで、でも会うてみるとすごい人。誰なん。いや、だからそんな人ばっかりやないの。だから俺はほんまにこの世界ってそんな悪い世界じゃないな。猫へ行くね。いや、ほんま思いますよね。あ、そうですか。うん、昔は嫌いや、こいつ嫌いやっていうのおったやんか、学生時代に。だからそれが誰なん。それが誰なん。だ誰なん。え、ちょっと待って、お前はおったん。君がおったんでしょ。それ誰や。誰やんなこと。まあ、たまにやっぱりね、こいつっていうのはいますけどもね。もう若造のやんか役者は多いですよ、そういうやつが。あ、そう、なんか勘違いするからね。ね、いいやん、誰なんでしょ。例えばそのお前が見てて勘違いしてるっていうのは誰なん。あのね、そんなのもうピー入れるかカットするか。時山五郎。誰やん。ダメですわ。泣きそうになってんの。泣きそうになってますよ。もう今日時間もほらもう遅いですから。もう僕はもう、いやもうええとかもう関係ないね。何を抜かしとんねんお前ら。客に抜かしとんねんお前ら。ほんならお前ら月かごっつええ感じ取ってやってみ。やってみ。ちょっと一回でまた。こんだけ大変なことか。え、こそ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 隠れてよセックスしてやってみ。大変なんですよ、もういろいろと。もう、まあね、そりゃほんまそうですよ。こんなもう芸能人なんて僕はね、もっとね、もっと楽しい職業やと思ってました。そういう意味でその何ちゅうの、生活っていうか規制があるよね。規制があるよ、もう全然規制ありますよ、そんなもん。そりゃ俺がってね、もっとハメ外してねやりたいわ。お前外しとるやん。十分外してるやないかい。だってね、俺ね、何が一番辛いってね、やっぱり夏海行けない。もうほんま辛いもん。お前に海は似合えへん。いやいや、お前は何も感覚できねえ。もう部屋の中で何かやっとけ。昔はもう平気でスキューバーやってたもんです。何がスキューバー。これスキューバー。あー、だからもうもっとこうシュポ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 シュワっていうのをやりたかった。打ちたり打ったりしたかったわけですよ。本当にね、もう嫌ですよ。帽子かぶらなあんまり道歩かれへんしね。結構平気で歩いてるやん。何言ってねえな、お前ぶち殺すぞ。これ思ったほど金も稼がれへんやんか。わ、俺はっきり言うときますけど、手取り18万。やかましい。テレビ出倒して18万しか持てない。なんじゃかんじゃ引かれて18万。もっとええ商売やと思ってたわ。そう、でもっとモテモテ人生かなと思って、ね、そうでもないじゃないですか。なんだよお前。いやいや、ほんまにほんまに、あのお前この間俺のこと、お前はブサイクやけど俺はこっちなんや。お前ほら整形したやんか。なんで。いや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 、ちょっとあの目いじくったりしてるやん。してない、してない。いじくってこの顔やったらかわいそうやろお前。まあまあ、もうちょっとなんかキッとした目してるよお前。あの女はあれや、絶対俺はあの女があの父のあれやめなあかんよな。なんかブラジャーの中に入れんのよ、あんなもん詐欺やんか。飯食わして引きずり回して、こっちは父でかい思うから。いざ蓋開けたら、いざ蓋開けたらもう嘘っぱつ、もう嘘っぱつ。こんなことのために俺は一生懸命
てめえ電話してたんか。あれはあかんて。お前だいぶ痛い目を負てるな。だってええ自信や思うからこっちはな、なんとかしたろかいな思ってるわけやんか。あれは何、例えばその引っ張り回して最終的になんかできるわってなった時、うん、服の上からこうやっても分かれへんもん。まあまだ分かれへんねん。ああやっぱりええ父や俺の言うなんだ。あそうなんや、かなりのええもん持ってるわって思う。あそうなんや。ほんでカーなったらなんかポロンと落ちるわ。なんか物体がポロンと、ポロン落ちるわ。何が落ちたんや。まあまあええわ、ええ父やねやから。え嘘。バスタブに気持ちよく使っているとき、いつも目の前にプカプカと現れるやつ、陰毛、うん、あいつらはすくって出そうと手を離すとくっついてなかなか離れません、うん、何なんですか陰毛や。何なんですかって、もう答え出たあるがな。いや、なぜなんですか。ああそういう言い方やったら、うん、あるやん、あのすくって捨てようとしてんのに落ちないんですよ。こうやっても取れへん陰毛が、そんなお前がなぜ取れたんや。なるほどね。なんなんでしょうあれは。そうね、うん、あの多分身に何かあるんでしょうね。やっぱ秘密は身ですかね。身でしょう。身がついてないやつはどうなの。身がついてないのはあんまりあれなんですよね。身がついてるやつはもうきつこいんですよ。なるほどね、うんうん、ただあの陰毛の量も個人個人違うっていうのもあれもおかしな話やな。ああそうか、ごっつい多いやつおるやん。バッうわー。別に吐かさんでもええ。もう下げたもんやねんから。あれはかわいそうやな。でもあんだけ多いやつもな。まああれですよね、この腹書きももう一つですよね。自転車の、うん、子供用三輪車のハンドル部分についているビニール製のピラピラは何のためについているんですか。なんか楽しそうに見えんのじゃん。風になびいて。ファー。無印なんかで売ってる三輪車ってね、なんかもう吸うやねん。だから子供乗っててもあんまり可愛くないよね、うん、あれがひとたびこれピラピラがついた時に。それではでも説明になってないでしょ。なんじゃね、子供も楽しめるじゃないですか、なびいてるから。ほんならなんや、子供は何でもなびいてたらええな。子供はピラピラなんか。子供はピラピラですよ。子供がピラピラが好きやいうのはちょっとどうかと思う。ピラピラっていうかいい、楽しそうでしょ、こうついてたら。まっちゃんはなんでそんなに素敵なんですか。トリコです。まっちゃんの魅力は目の前にあるモンブランケーキよりも1000倍引きつけられます。これからも素敵なまっちゃんでいてください。世界一愛してますというね、おはがきいただきましたね。青です。僕は本当そう思いますよ、マジで。あのこれがね、お前のすごいところな、うん、そういうはがきを自分で読めるっていうのは。なんでおっとこまえ。いやいや、ほんそうですよ。ケジラミ。え、お前思えへんか、俺が女やったら俺に抱かれたいよね。絶対嫌や。もう俺入れられそうになったら下髪切るわ。俺は女やったら絶対俺に抱かれたいし。嫌やわ。水陸両用ですわ。アホな男いないじゃないですか。かいい。やいやいや。お前な、あのな、もうホモがぼちぼち終わったか思ったらな、ケジラミの印象つけよう。そんなキャラクターは俺にはいらんの。いや、ほんまに。ここやっぱり。そら自分で完璧やって、まあ、そら思うのは自由ですからね。みんな思ってるでしょ。でも自分は完璧やって思ってない。うん、絶対自分はいい、そんなもあの周りが思ってるほど悪いやつじゃないっていうか、思ってるでしょ。多分みんな思ってるわけですよ。今日ここおる客でも自分がブサイクやって思ってる人間なんて誰もいない。だからブサイクな女がおってないっても別に笑えるんですよ。私には関係ない。
あ、そうなんやってなもん。そう、怖いよ人間って。だからお前もそうやんだ。なんか完璧や思てんのやろ、うん、ただ俺が見たら、うん、鼻こんなやし顎がなんかこんな感じになってるでなってるでなってるで、それだけ言うとくでな、まっちゃん自分で見た時かっこいいのやろうけど浜ちゃんが見たらなってるで。あ、皆さんも大変楽しんでいただいたんで、もうじっくり見たしね、もういいじゃないですか。今さら出てきて、今さら出てきて、あんまり感動もない、感動もないでしょう。あ、また出てきた、ね、ただね、私思うんですけど、うん、うん、来てたんかいな。将来のことが大体予測できるんですよね、うん、これ一つの才能ですよ。俺と出会った頃から言え。僕ね、本当今までいろんなことを予知してきてるんですよ。返事はしてないやん。話進めん。で、今後、例えば来年、再来年、俺は何をしてんのかなって今まで見えてたんですよね、うん、なんとなく、うん、今見えないんですよ。ということはですよ、痛いな。もうね、俺ね、来年の今折れへんかも分かれへん。死んでるって言ってた。多分死んでると思いますと。やった。いや本当なんかね、見えないんですよね。死んでる、うん、死んでる、うん、殺されてる。うん、ちょいちょい君はおかしなこと。なんか髪の長いやつがナイフ持ってきて、お前な、お前な、ほんまな、もうそういうことを言うな。そういうことを言うとほんまに髪の長いやつが私やって思うんですよ。もうそれでまたなんかまたおかしなやつ出てくるから、いやそれをまた面白おかしく喋るからあかんね。お前が色つけてよ。おかしくまだ喋れますよ。菊正で刺されて面白おかしくは喋れない。誰もギャグにできない。誰もこの件に関しては言うてる。気付けてくださいね、私のファン本当おかしいの多いんですから。なんでやろな。なんかね、僕ちょっとどっかね競争入ってるんですって、いわゆる。そうなんや。うん、でなんか僕をこう伝ってくるやつらがいるんですよね。お前アホか。俺がアホなんじゃなくて、そういうふうに思ってるみたいですよ。どうも思ってるんやったらもうちょっとお前その栄養なこと言えないのにな。栄養なこと教祖様や思ってるやつが、うん、教祖様に病気移されたとかって言うの。先週で終わった話や思ったらまだいやいや、君の言うてることが正しいんならそういうことやないの。なぜ彼女は教祖様って思ってんのに、クリーン！言うのって言うてんのよ。そうやろ？いやいや、ポカンと口開けられてる。ただ単にクラッシュしてるんでしょ。してるんですよ。でもまあそんなやついっぱいいますから、僕の周りは本当に。なんでなんでしょう。これ本当僕もね悩んでるんですけどね。ちょっとキレてるやつにしたら、そのあなたが言うようなことやるようなことに関して、あ、うん、共通してる。私の気持ちだったら分かってくれる。いや、そう、それはほんまそうあるんですよ。私この間何々なんか気持ち悪い、うん、そう妖精みたいなのも見たんですよ。お前もよう言うてるやん。お前もなんか家帰ったらポットの横で妖精こないしてたから。そんなこと言うからやん。見たんですと、うわー来てるなこいつと思うんですよ。ほんで最後にマッチョになら信じてくれましたね。信じていいっていう。それもう間違いなくそれ。いやだから僕も見てますよ、確かに妖精とかはいっぱい。だけどそれがいかん。なんでな。見てるわけないやないかい。いや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 、見てるいう。見てますけども
俺が見てんのと彼女が見てんのは多分違うからそういうことですよ。種類が別なんや。そんなこと言うてたらまた思うんやね。なんでどんなやつやって。ほんでお前が見た妖精ってだからもういっぱい見てるからどんなやつ。一つぐらい言うたらやるよ。いっぱい見てんのやったらこの冷蔵庫開けたらいましたよ。それを言え言ってんのよ。ああええわ家帰った。ガーン開けてない。どんなやつ。どんなやつとかな。そういうことをねまたこうテレビで言うとね私のことやなんでや。それやったら来てほしいわ。見てみたいやんけ。いろんなとこに妖精はおるって前から言うてるやないかい。だからその冷蔵庫で見たやつだけ言うてくれたらええやないか。どんなやつだったか。何どんなやつっていうのは何や。どんな格好してんねんって。筋肉質やねん。筋肉質の妖精なの。うん、裸なんや。裸ですよ。この間見たやつはね。下は下はもう馬になってるんですよ。妖精ちゃうやん。もう変わってもうたるやん。妖精ですよ。馬になってる。だから僕寝てたんですよ。ほんならもうパカラ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 お前待て。早いやん。そういうことお前は家帰って冷蔵庫開けたらおったみたいな。寝てたんかい。寝てたよ寝てたよ。腹立てへんかい。夜寝ててバカラッバカラやられたら。夜ね、うん、夜家おって寝てたら、うん、そんな音がしたいん。そうそうそう。ほんで、うん、なんやこの音はと思って、うん、色々見たんですけども冷蔵庫にまず間違いないやろと。中から聞こえてる。中からバカラッバカラ言うてるからね、うん、ガーッと開けたんですわ、うん、ほんならまあそのバカラッバカラッバカラッカッて止まってみんなまあええわ、うん、あんな狭いとこでパカラッパカラッパカラッって走ってたんね。走ってたんですよ、うん、まあその冷蔵庫やからかなこうパカラッパカラッパカラッブルルルルルルル別に寒いからやね。寒いからブルブル言うてんじゃないあいつはほっといても言うねんうわ開けてね。おお妖精ですわ。優しそうな顔した最後目が合いましてね。目が合ったんや。目が合ったんですね。ほんで見とんねんこらどっちが向こう見とんねんこらびっくりしてもうてね。もう一回開けはせん。もう一回もちろん開けますよ。開けたんかいな怖いもん見たさいうのあるがな。バーッと開けて。開けたんや。開けたら、うん、うん、キャー人間は歩くときどうして手を振るのですか。これ別に振ってんのかな、うん、意識してんじゃないですよ。プランと歩いたらどうなるの。別にそんなおかしくないでしょ。いやでも歩きにくいで、うん、理由があるの。理由はあるでしょうね。どういう理由があるんですか。どういう理由とは今考えてんのか。いやいや考えてる。考えてんのかっていうか考えてるわけじゃなくてさっと言うたらいい。いやいやもちろんそうなんですよ。もちろんそうだ。いやなんで振るんですか。ダブルヤングみたいにそんなのなんで。いやいやもちろんそうだよなんで振るんですか。なんで振るとかそういうことを言うな。そのな。いやいや違う違う。嫌がることを言うな。お前それ言われたら嫌がるの。分かれよお前は。いやいや分かれへんか聞いてんねん。なんや。なんで振んねんやみたいな。自然と振ってるから。歩くということはどういうことやねん。どういうことやねん。いやいや俺は Q をお前に振っとんねやから。いやいやお前も Q を返す。いやいや分かれへんから QAQA でちょっと待って。分かれへんから聞き返してる。どういうことや。歩くちょうだい。どういうことや。歩くということはどういうことや。 Q ちゃ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  Q な Q 分かれへんから Q 聞いてんねん。だからどういうことやねん。だから Q 歩くっていうことはどういうことや。 Q お前それは言いたいだけで。いやいや言いたいだけじゃん。だから分かれへんか教えてや。どういうことや。分かりました分かりました。まだ日本にそのなんていうのかな幕府がなかった頃
豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃なんですよ。いやそう追ってるやん追ってるやん。の時にまだこうやって歩いてたんです。おかしい、なんか歩きづらいなっていう話にみんななったんですよ、集まって。どう思うって。どう思うって来て、おみんな来いや、ちょっと話し合おうぜ、歩きにくないか、みんな来いやって言ったら、みんなこうやって歩いてそれはわかるね。その時に一人だけね、何って言ってやけに早いやつお前えらい集まり早いな、お前なんでこんな早く来れてん、ゆうたはな、ゆうた、あれほんまや、なんで俺こんな早いんや、なんでみんなこんな早いんや、わっしょい、なんでやん。よかったね今日はね。何を、今この番組ね、まあ、テレビ出る人には分からないですけど、はい、チームゼロで山崎と乗るやつが前説してまして、で今前説終わって、僕ら出てくるんですけど、さっき山崎君が前説終わって出てきて、いやテンションさえ上げたらいけますよっていうアドバイスをしてる、山崎君ありがとうございます。あったんですけど、スキッとよし行こうって、よし行こうってね、何様なんでしょうか、わからないんですけれども、まあ後でコンコンと言うてやらないかんとは思うんですけど、この間私大阪でタクシー乗った時に生まれて初めてオカマ掘られたんですよ。生まれてオカマ掘られたんですよ。やられたことある？あ、俺は友達と乗ってて来るで来るでって待っててドーンと来るのはあるけどね。何やねん来るで来るでって。いや雨の日にほらこういうなんかバイパスみたいな道あるやん、ほんでウェーンって勢いよく俺らが乗ってるやつがバイパス乗って下って信号が赤いったから止まったんやけど、あ、もう来るでと後ろに来てるやつも調子乗って俺らにこう来てたから、はい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 、もうルームパッと見た時、うわ来たーって言ってこうやって支えて待ってたんですよ、でもあの女王ドーンってそういうのあったから、別に急にっちゅうのはないからね。大阪のそれはそんな大したことなかったよ、止まっててなんか酔っとんちゃうかなと思うんですけどね、後ろのやつが、なんかガーンって当たったんですよ、で初めてやったしちょっとびっくりしてね、ほいでおっさん降りてきてやね、大丈夫なんかごめんな、なんか大丈夫やろ、何笑いやがるのね、それは大丈夫っていうのは誰に言ってんの？俺にやん。え、運転手はなしに？そうそうそう、そいつやん。乗ってたタクシーがオカマ掘られたんじゃないの？僕タクシー乗ってたよ。後ろから来たよ。掘られたよ。なんで勝てことなのかな？違うよ、普通は運転手の子なんか言うてから大丈夫とか。ああ、まあまあまあ、そんなもあるけども、とりあえず俺に半笑いでやね、ずっと言うからね。お前何笑いながら言うてんねん。いや、でも首大丈夫ですかって、そう、わからん、今は大丈夫やけど、後なったらどうなるかわからへん、お前二人で当たってないんやろ。いや、もうまあでも謝り方がちょっと嫌やな、 あれは絶対ダメですよね。お前さっきと自分でもしバン当てた時かって、そんな態度取るか、ちゃんと。何がいい、大丈夫ですかと。俺今まで2回ぐらいあるわ。当てた、うわお。あ、そうなん。ああいう時はね、あれなんですよ、かまし一発なんですよ。お前言うてることとやってることね。それはいかんやろ、自分で当てといたら。俺ね、一回のはね、なんかでっかいトラックにガーンって当たったの、で、おっさんバー降りてきてこっち見てんけど、あれね、降りていってめちゃめちゃへーこら謝るか、もうどっしり構えてるかどっちかなんですよ、もう俺はどっしり派なんですよ、ほんまこっちドキドキしてんねんけど、もうこうやってガーッと構えてるんですよ、なんやってなもんで、ちょっとだけこういう感じなんでやもしくはこう。いやいや違う。これは仲間やろ。どう考えてもそんなんね、結構向こうビビってもうてね、何も言うてけえ。お前かいな。ただね、当ててね、体出へん。何？もうほんまちょっと当たっただけの必死のやつおるやんか。あ、そう。俺が高速の時に、トラックって頑丈やん。頑丈や、あんな亀えんねん、あんな。やろ？で、自分の車ちゃうしな、あんなほとんど。いや、そう、営業者やんか。そう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 。で、ガーンって当たって。うん。で、ガーン当たって止まるよってんだよ、高速で。
で後ろがっと見て俺の見るから横寄って止まれって言ったんや。あ、悪いのに。それは今あなたが言った態度っていうのがあるじゃないですか。かまって一発やったったんや。もうグワーって見るから横寄って止まれこら、うん、でかい声で、うん、ほんなカチカチカチって横へガーって止まったからその横ブワー逃げてんけどね。縛ってんだよお前。これはもう浜ちゃんいいこと言った。なんでやん。この道はちょっとね、ちょっと当たったぐらいでね、ケツの穴のちっちゃいね、なんかお金掘られといて何ケツの穴ちっちゃい。何を言うと。沖縄。普通沖縄もんなんですよ。ちょっと褒めをちょっと当たったけど、ガー降りてきて。いや、そんのかい。俺があの何あの昔乗ってたあのマーク2乗ってる時に、うん、雨ちゃうわ、雪降ってて凍結かなんかして、うん、うちのほらマネージャー大崎乗して、番組終わって飯食いに行こうって自分ら先行ってん。うわー乗ってたらこんな凍結してる時にあれスリップして事故ってるやつおるんですよね。ハッハッハッハ言ってたら。回り出したか、回り出したこれ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 、あー言って前のあれや、もうマリオカートで言ったらコインいっぱい落ちる。あーせっかく取ったコインよ、せっかく取ってんのに。ガーファン俺左の前ぐっちゃぐちゃよ。で前のトラックのカチャってこう止め金あるやん、うん、あそこプラーンとなってただけやん、うんうん、何もなってないの、うん、でうちの大崎がバー降りていって、うん、うちバッと見てもうボコボコなってて向こうプラーンとなってるだけやったから、うん、なまあお互いが直すということでって言って待て待て止められてるの止められてお前それは違うやん。いやでも分からんね、その時大丈夫や言うたってな、首なんかな、後で首が1週間ぐらい経ってんの。まあまあまあ1週間経ってるけどまだ安静ね。いやもう大丈夫やろ。いやいやそれ分からんねんで、こんなぐらいやろ。いや全然そんなん分からへんってお前。じゃあ俺な一回ねこのマジの話ね、うん、うちのおかんの友達がねババア2人自転車で2人乗りしてたんや、うん、これね車で当てられたんよ。2人ともどうもなかってん。ほんで後ろに乗ってた川のババアが2ヶ月後ぐらいに死んだんですよ、うん、それ寿命やったよ。そんなことないわ、荷台に乗ってたババアが2ヶ月後には死なへんわ。いや、なや、荷台に乗ってる方が元気なんかよ。そりゃ元気やろ、荷台に乗ってるぐらいなんやから。そんな関係ないよ。そう考えたらお前にバンバン殴られてんのかって、その時は大丈夫かもしれんけど絶対俺は死期早めてると思うもん。お前より俺の方が絶対早死ぬの分かった。なんでやねんな。そん時俺ほんま、もう覚えとけよ。なんか言えよ、覚えとけよって。俺が先死んだら絶対お前の枕元に毎日のように。なんでやねん、なんでそんなことされなあかんねん。俺が絶対やったんだ。こいつシャレならんこと言うてな。で今度ダウンタウンデラックスっていう番組があって、そこね、あの1回目のゲストが菅原文太さん。めったに出へんじゃん、ああいう人。あの人はそういうトーク番組もしないし、バラエティなんて絶対出ない。そのなんとか引っ張り出してきて、その菅原文太に向かってオナニーいつまでしてたん。それはうまい。菅原文太。何でだ。嘘つけ。嘘つけだろ。なんでそんな顔してんねん。にらんでたやんけ。こっち怖がってんから俺。文太さんね、あれですね。チンチンでかそうですねってお前言ってたやんけ。それはもういやーでかいんだよまっちゃん言うてたよ。言うてないよ。でも親にいつまでしてます。嘘つけ。ほんまやん。嘘つけ。いやお前見てみーや、あん時の目の分太、あれ普通の分太やないや。赤いソーラーじゃけんの分太やないよ。もっかー殺すぞこいつ。ザン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 
ほんま怖いわ。あのおっさんさんやけど、後ろが頭パーン殴ったら、こんなことする。東から西へと駆け抜けてゆくのは眩しい微笑み。この道は太陽の通り道。太陽の通り道。眩しい笑顔に会える街、サンロード新市街。浜ちゃんはなぜそんなにかっこいいんですか、教えてください。言うてやってくれよ。浜ちゃんはなぜかっこいいか、うん、いや、っていうか、かっこいいと思います。まあね。いや、ちょっと言うてやってくれよ。どういうところがかっこいい。どういうところにだって、お前並んだって。テレビジョンの表紙みたいな。かっこいいと思わないですから言えないですよ、私は何も。あ、だってかっこよくないやんか。なんで。例えば動物に例えたって、あなた絶対かっこいい動物にはなれないよ。絶対。例えばヒョウ。それはわかるね、うん、チーターとかその種類ですよ、私は。はいはい、いわば。俺は。あなたやっぱ違いますもの、ちょっと。うずらとか。お前ヒョウで俺うずら。いや、うずらとか。そっちの。もっとわかりやすいの言えよ。なんでな。わかりやすいのね、言うてくれや。そんなわかるやん、うずらで。うずらはなんかあんまりちょっとピンとけへんな。なんか生まれたてっぽいんですよね。なびしょびしょっていう感じやな。まあ、体にこうネバネバしたんがついてるっていう感じがするもんね。じゃあちょっとかっこいいとはやっぱ言われへんわ、それでは。どこがかっこいいん、自分。いや、お前よりはかっこいいと思うけど。どこが。え、どこが。なんか鼻も結構スッとしてる。顔が。おこれこれ顔が。そう、顔が俺よりかっこいい。かっこいいよ。いや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 、ね、いや、だから完全な東洋人じゃないですか。しゃあないねんけどね。え、完全な東洋人やんか、自分。お前は。僕ちょっと入ってますけども。え、何が入ってる。ちょっと入ってんねんけどもね。何が入ってる。いや、まあまあ、あんま言うとやらしいから。うん。僕のおじいちゃんの嫁さんが、おじいちゃんの嫁さん。おばあちゃんでしょ。おばあちゃん。ちょっと入ってみるんですよ、ね、で何をやん。その宗教とかで。どうもこんばんは。今日はですね、前説の山崎さんが、なんていう言葉を、脱ガス行けという。嘘つけ。まあ、そんなことはいいんですけども、本当に、はい、昨日ね、はい、夜中終わったじゃないですか。夜中終わります、仕事ね、はい、ほんでね、はい、家帰ったんですよ。はいはいはい、4時前ぐらい、3時半過ぎぐらいにキュッて曲がったら、ババアが立ってたんだ。ババアっていくつぐらいのババア。もう70過ぎぐらいの。おお。で、曲がられへんかったんよ、ババアがおったから。内輪差でこう巻き込もうとしてたから俺。危ないから一回止まったんですよ。ほんならこうパッと避けたから、うんうん、スーッと行って、うん、で家の前来てシャッターバーッと開けて、うん、ちょっと前出てバックして入れよう思ったらね、うん、チャリンコがバッと出てたんです、家の中から。はい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 、もうかなんなって降りてチャリンコをグッと奥へグッとやったら、俺のここにババアが立ってた。俺夜中に怖いやん。バーッって言ってごっつ怖いやん。もうめっちゃ怖がってる。ほんで怖ー思って
スーッと行ってもう乗ろう思ったらパッと見たらもうおれへんかったよ。のぞりきるババアおれへん。いや違うねん、パッと見たらおれへんかったからもうおれへんねん。どこ行ったんやと思って乗ってバーンと閉めて、うん、バッグに入れて下げよう思ったらここに気配すんのよ。ほんでパッと見たら助手席の窓にこんな俺またわー言うて夜中の4時に2回ふわーめっちゃ怖がってる。そりゃ怖いわ。ほんでも恐る恐るこう窓開けてこっちが、うん、何初めてコンタクトを取ることに成功した。成功したんだよ私は。ほんでああって言うたらまた怖いから、怖いババアやったからなんから何って言うから、いやおとなしくしてるかなと思って何がって言うたら子供たちがこわーめっちゃ怖がって俺もいつもより車庫入れ早かった。早かったそれは怖いわ。また今日来てたらどうしよう。おとなしくしてるかなって思って。だからお前とこのガキはおばはん純の子供をあげた思てんねん。なんでそういうことですよ。おとなしくしてるかなって言うてんのはないうちのガキのことを見に来てんのよ。こわーお前そんな勝手なこと言うなお前。いや怖いわ。ということはお前はそのババアをやったことになってんのよ。まあいろんな人おるよそら。この間もそやからあれやんか、ねうちの作家の高須と一緒に車乗ってたら、うん、すごいやつおったもん。もう車でブー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 何にもしてないのに後ろがブー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 で一車線しかないのに反対車線グワーッそれは急いでたんやろよっぽど。ほんでね信号赤なんですよ。赤の時にもねずっとこうやって動いてるそれそれはそれはないわ。俺びっくり置いたもん。いやそれはびっくりするやろ。俺あのマリオの星取ったんかな思ってね。ほんまそうですよ。ほんまそうやもん。それでねスパッと消えたのよ。はあそれはもうバーッと曲がっていったってこと。違うねんや。え一台俺がおってパパパパって来るでしょ。で俺の前にももう一台車があってガー入ったんや、うん、こいつがふわーってこっち曲がった時にはもうおれへんねん。やったやったやもういやいやほんまやっていやいやマジで何しとんねんいやいや誰がこんなのおかしいといえばあれですわね、サッカーもおかしいですよね。ただね、俺思うね、J リーグ始まってからやん、あんだけギャーギャー言ってんの。その前からなんて別にそんなに大して日本人サッカーサッカー言ってなかったもんね。じゃあ、ええのよ別にサッカーが好きでもええねんけど、そのなんていうの日本ビーキやんか、もう全部解説から何から。そりゃ当然でしょ。惜しいとか言うてもてるやん。それ言うたらあかんのちゃうの。いや、それはええんちゃうの。絶対おかしいわそんな。そんなんて言うたらええねん。みんなサッカーが好きでサッカーが好きでサッカーを見たらいいんですよ。いや何もどっちが勝つとか負けるとかそういう考え。それが大事なんやないか。なんでやねん。サッカーが好きやサッカー好きしかも日本やんけ。日本代表が行ってやってるわけやからおかしい。いや俺も別にそんなに好きでもないけど。っていうかあんだけ洋さん人がいっぱい見に今なんか J リーグもすごいでしょ、うん、ねなんでどっちかに偏った応援をするのか。サッカーが好きでサッカー頑張れ。いや違う違う違う。それが違う。もうサッカーは頑張ってるもんもう。それでええやんか。なんでその勝ち負けっていうか。あんだけ洋さんの人がおりながら誰一人としてそのボールを応援するもんはおらんっていう。俺なんかやっぱり思うやんか。ボール頑張れって思うの。もっと飛べとか思うの。丸投げ丸投げやってるやん。でもそんなやつおってもええやん何人かは。いやいや怖いやそんなやつ横におって丸まれ言ってるやつおったら丸まれ丸まれ丸まれ丸まってる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 やん。いやもうガー入り込みやすい性格なんでしょうねみんなね。まあ女がほんでまた単純やから、うん、女はもうすぐ入り込むから全然サッカーが興味なかったくせにね。
まあまあそれはおるでしょうね。勘違いの人間でしょ。そうなの。そんななんて勘違いの人間や。いや、こんなことされても知ってる。まっちゃんジャンバー事件知ってる。あ、大阪の頃。大阪の頃のあのまっちゃんジャンバー事件。お前勝手に言うてるだけやんけ。違うね、あれはなあったんですよ、そういう事件が。俺と浜田がなんかのファッションショーみたいなの行かされたんや。そうそうそう。ほんで越野純子がなんかのジャンバーもらったんですよ。これいいですねって俺が言うたら、うん、あ、ほんならお送りしますって言って後日送ってきたんですよ、うん、で別に浜田はいらんから別にいらんええわって言って本社に置いてあった、置きっぱなしにしてた。そんなこと言うなよ。コンビ同じ、まあ、色違いやけど同じジャンバー着んのもどうかと思って一歩引いたところはあるんですよ。僕はいいですね、来たけど事務所に置いてあった。ほんで俺もさないすぐいるもんじゃないから、まあとりあえず置いといてそのうち取りに行くわって言うたらですよ、あのあバカのあの橋本知らんがな。今もあいつ何してる。もうやめたやめたやめた。女のマネージャーの橋本、ちょっと前まで島田紳助さんついてた。そうそうそう。あバカ女、あのクソ女がですよ。あの女クソ女、あのクソ女の下に一人をまたぶっ最後な女がいるんですよ。おったおった。この女がですよ、俺がもうぼちぼちジャンバー取りに行かなあかんな。やっぱり来たいんかいな。思ったらね、その橋本いう女の下についてるぶっ最後な女がですよ、俺のジャンバー着てんねん。おはようございます。用事してたよな。え、そう。それ俺のお前それ俺のちゃうんか。え、あ、そうですよ。ああ、吐きよった。そうです。いやいや、そうですよ、ないねや。それ俺がもうで今度来ようかな思ってやつ、それお前来たらいかんがな。え、いやいや返せよお前、それは俺のやから返せよ。ふわー泣き出して。泣いちゃダメ。でこの女は俺そんな腹立ってへんねん。泣いてんのに。何してるんですか橋本。橋本がタッ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 ってふわーって抱きかかえて、そのおい泣いてる女を、え、ちょっと待ってくれよ。あれ言うよ、あれ言うよ言うてんねん。言わんといて言わんといて。言おうや言わな、松本さん分かってくれへんから言うてんねん。何やねん何やねん。橋本キーッと俺を見やんねん。松本さん、この子には彼氏がいるんです。うん、うん、おう、そうそうな。その人、その彼氏、浜田さんの方のジャンバー着てるんです。そうなの。それでどうしたん。ペアルックなんです。やかましゃ。なぜお腹が空いたらお腹がグーとなるのですか。どうしてお腹が減るのかな。どうしてお腹がなるのかな。でしょ、減るのかな。理由ちゃんと後から出てるやんけ。なんで歌は減るのかなやろ。違うよ、どうしてお腹がなるのかな。違う、減るのかな。おやつを食べないとなるのかなやんか。え、それ2番ちゃうんか。ほんだら知らんけど、どうしてお腹が減るのかなやろ。喧嘩はお前減るのかな。2番は仲良くしてても減るもんな。1番がなるのかな。違う、2番はどうし、緑の大地は誰のもの。嘘つけ。子供はそこまで考えるか。うぜや、どうしてお腹はなるのかなやって。減るのかなやって。どうしてお腹はなるのかな。おやつを食べないとなるのかな。いや俺そんなん知らん。喧嘩をするからなるのかな。仲良くしててもなるもんな。いや違う、どうしてお腹は減るのかな。喧嘩をすると減るのかな。仲良くしてても減るもんな。母さん母さん、お腹と背中がなるのかな。違うな。お腹と背中くっつくぞ。おや、数え歌ですよこんなもん。10番までありますわ。あるわけないやね。ちょっとどうして女感はな。いや言えへんの。私は今高校3年生です、はい、実はうちの学校のことなんですが、うちの学校お金を盗まれたり自転車のチェーンを切られたり、ロッカーにも鍵をかけててもお財布だってカバンの中にしまっても取られてしまう、こんな学校は一体あるのでしょうか。じゃあ、あんねやろ。絶
対あるよな。でもあの給食費盗むやつ、先生が神妙な顔して入ってきてね、ちょっとみんな目閉じろっていう光景はもう本当にありますよね。あれで解決したことあるのかな。あるのかな。部活でやっぱりそんなやられたら、うん、俺あの筆箱ね、うん、チャップリンの絵の描いた筆箱持ってたんだよ。ほー、小学校の時喜劇王やな。もう喜劇王ですわ、うん、ごっつ気に入ってたよその筆箱、チャップリンの筆箱が、うん、ほんだね、それなんかあの写真をプリントしてるみたいな感じの筆箱やったんですよ。漫画じゃないんや、うん、ほなね、ちょうどここの部分のねラインがね、うん、ないんですよ、鼻からだから。はい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 、わかるでしょ。はいはいはい、ほんなね、うん、休み時間遊びに行って帰ってきたら、ね、線入ってるんだ。そういうのって結構ムカつくんや。誰や結構ムカつくよ。犯人全然上がってけへんかった。俺あの知ってるコンビニかなんかでね、うん、コンビニやったかな、何やったかな、お前の顔の鼻のとこに画鋲刺さってんのって、ね、取ってくれや、ね、俺んとこには何にもないねん。お前んとこにだけこう画鋲が入ってんねん。それ見ながら僕はもういつもはぁーって思ってね、今日も頑張ろうって思ってね。それそれいいねそれ。知ってんねんよ。まあええかなって思って。